マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット療法士の佐藤澄香です。あなたはご存知ですか？寝る前に一杯飲むだけで痩せる飲み物があるんです。そこで今回は寝る前に一杯飲むだけで痩せる美味しいドリンクのレシピをお伝えします。健康で綺麗に、今すぐ痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。寝る前に一杯飲むだけ痩せる神ドリンクをお伝えします。話の流れはこちらです。1、なぜ寝る前に飲むと痩せることができるのか、その理由と、2つ目、寝る前に飲んで痩せる神ドリンクレシピと、その痩せる飲み方を詳しくお話しますね。では1つ目の項目です。なぜ寝る前に飲むと痩せるのでしょうか。その痩せるポイントが2つあります。1つ目はあなたの腸内環境を整えてくれる材料を使っているからなんですね。すごく大事。腸という臓器はですね、寝てる間に一番活発に動いていく臓器なんですね。要は自律神経の副交感神経といって、リラックスしてる時に一番動いてくれるのがこの腸になるんです。ですから寝る前にちゃんとこの腸内環境を整えてくれる材料を取ってあげることで、しっかりと腸がね、心地よく働いてくれるように準備してあげましょう。そうすることで腸内に痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類を増やして元気にして、いつまでもあなたのお腹の中で一生懸命ね働いて、暮らしてもらうことができたら最高ですよね。では2つ目のポイントはこちら、睡眠の質の向上です。すっごく大事。なぜかというと、あなたがもし睡眠不足であったり、その質が悪くて何回も目が覚めるとかね、そういった浅い睡眠の方っていうのは、もうまず体重増加が待ってます。しかもね、よく寝てないわけですから、ホルモンが異常になったり、痩せホルモンもそうね、寝てる間に疲れますよね。それとか翌日の空腹感も寝不足なだけで増してしまう、要は食べ過ぎてしまうということになってしまうんです。そして血糖値やインスリンにも悪影響を起こしてしまうという、もう全然いいことないわけですね。ですからしっかりといかにあなたの普段の睡眠の質を上げていくか、しっかりぐっすり眠ることができているかいないかで、太るか太らないかが変わってきますよということです。今お伝えした通り、こんなにも悪影響を及ぼしてしまうこの睡眠不足、睡眠の質をどうしたら改善できるのでしょうかということで、今回の寝る前に一杯飲むだけのドリンクの材料が大活躍してくれるんですね。こちらです。大豆製品使っていくんです。で、大豆製品に含まれるアミノ酸の一種で、このトリプトファンっていうねものがある。で、これがですね、眠りを誘うホルモンのメラトニンの役割をしてくれるんです。しかもそれだけではなくて、脂肪を燃やす働きを邪魔するコルチゾールというホルモンの分泌も、この大豆製品を摂ることでぐっと抑えていくことができるんですね。こんな素晴らしい働きをしてくれるこのトリプトファンが取れるための、次の項目で神ドリンクをお伝えします。では2つ目の項目です。寝る前に一杯飲んで痩せる神ドリンクのレシピと飲み方注意点をお伝えします。こちらです。寝る前に一杯飲む神ドリンクの材料は、まず無調整の大豆飲料を 200ml、 そして国産大豆のきな粉大さじ1、無添加の蜂蜜大さじ1、たった材料3つでできちゃうんです。作り方は簡単。こういったもしプロテインシェーカーのような容器をお持ちの方は、これに今お伝えした材料を入れていくだけで、例えば私の今のハマっている大豆飲料はですね、こちら大塚食品さんの濃さが違うすごい大豆というこの丸ごと大豆飲料があって、これはですね、なんとおからも含まれている大豆飲料なんですね。なので後ろを見たらね、すごい大豆は豆乳じゃないって書いてあるんですけど、これね、すごく要は国産大豆、北海道産の大豆の無調整の大豆飲料なので、もうこれを使うと、タンパク質、イソフラボン、食物繊維等々、濃い味ですからね、こういったのがお好きな方はおすすめで、これを 200ml、カップ1杯ですね、カップ1、あとは国産のきな粉、私はねこれたまたまトップバリューさんで見つけたんですけども、これもね北海道産の特別栽培の大豆を使っているきな粉になる、これも大さじ1入れる。で、あと蜂蜜はですね、できれば
まあ、国産がいいと思うんですが、まあ、なかなか国産がない場合は海外のものでもいいです。その代わりもうピュアハニーですね、 100% もう無添加のものを選びましょう。で、私はこちら今ハマってますのがマヌカ蜜ですね。マヌカハニーって呼ばれる、これすごく香りがよくて今決めてるんですけども、まあ、要はね無添加の蜂蜜だったらいいです。今の材料3つ入れてしっかりとシェイクしたらもうあっという間に完成。ではここから紙ドリンクの痩せる飲み方注意点をお伝えします。こちらです。ぜひ常温かホットで召し上がってください。間違ってもキンキンに冷やした大豆飲料でねガブガブとか飲まないようにしてくださいね。お体を冷やしてしまってはお腹がね冷えてしまっては元も子もありませんから、ぜひ常温かホットで飲んでいきましょう。そして飲むタイミングですが、寝る1時間前からもうどんなに遅くても30分前までには飲み終えてくださいね。今回は寝る前に1杯飲むだけで痩せる紙ドリンクをお伝えしました。簡単にできますからぜひ今すぐ取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみたご感想などコメントくださったらもとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。